です。皆さんこんばんは、中さんです。よろしくお願いします。しします、ということで、9月22日発売の、いろいろベイブレードを、紹介してきましたけど、次、DN124 ロングベイランチャー L セットということで、こちら左回転の、ベイランチャーになっておりますね。はい、なるほど。で、こちらもセットです。これもセット、はい、セット持ってます。で、続いてのもの。まずですね、ロングベイランチャー L ということで、左回転の従来のベイランチャー L よりも紐が長く長距離のシュートが打てると言われているベイランチャーがまず一つ、それからカラビナグリップ、持ち運びが便利なカラビナ機能付きのグリップが付いてます、はい、それからウェイトダンパー、衝撃吸収など安定性ということで、まあ、ビュンと引っ張った時に安定しているようなビュンって引っ張った、はい、ものが、まあ、付いているというような形が、まあ、今回のこの B124 なんですけども、B の123同様、今回もですね、フレームみたいなちょっと進化セットみたいなのがついております。ガレストワームにこいつ、そうです、そうです。ああ、なるほど。今回、同じ日に発売に、なっています、このファブリム、こちらのガレストファブリムですね、B の124スタートのガレストファブリムを改造するためのフレームがついてます。だからこれ買ったら一瞬買ったで、そう、これも買うという形です。もうそれだってやっぱ改造するやつ買うでしょ。そんなん買わんと負けるし、うん、買ってよというところなんですよ。セットで買ってよ、うん、私たちとしても買っていただきたい、セットで、ね、これも買っていただきたい、全部買ってほしい。まあ言わなくてもどうせ売り切れるんですけどね、まあ、まあ、大体ね。セット内容ですね、こちら、先ほど言ったようにロングベイランチャーと、カラビナーグリップと、ウェイトダンパーですかね。で、こちらもですね、従来のものよりもこんなにも長いよと、こんなにも長いと、この長さがやっぱり、ね、だいぶ生きてくるわけですね、はい、でこのファブリンの強化フレーム付きというふうに書いてありますけども、コアディスクに取り付け可能な攻撃力強化パーツを滑らかに張り出した形状がレイヤーとスタジアムの接触を防ぐと。じゃあレイヤーが傾いてスタジアムにぶつかると、やっぱりスタミナタイプとしてはそこで回転力が失われるわけですから、あ、はい、その消耗しちゃうわけですよ。でそれを防ぐということで、このガイスファブニルがさらにですねスタミナが、はい、増えるというような、まあそういう改造パーツがついてるので、ガイスファブニルを買う方は、買ってください。うん、ぜひぜひね、買ってせっかく一緒に出るやつ、ね、セットで買っていただいた方がいいんじゃないかなと私は思いますけどね、うん、はい、はい、今回はですね、このベイランチャーがですね、まあ、そのセットになっているようなものが2つですか、はい、と、まあ、こちらの新しいスターターということで、まあ、発売としてはかなり濃い発売内容になっております、充実してますね、充実してますよね、で、まあ、B の123のこのロングベイランチャーセット、この右回転の方を買うときは、もちろん Z アキレス持ってない方は一緒に買っていただいて、でこちらを B の124を買う方は一緒にガイスファブリルを買っていただいて、まあ、そういう形になると思います、はいはい、でこちらもですね、やっぱり改造パーツがついていることと、うん、それからベイランチャーがかなり強力だということもありまして、はい、お問い合わせ様で何個も買う方は多分いらっしゃるでしょう、実に乗り切れてくるだろうというのはやっぱ言われてるわけですよ、はい、はい、うん、まあ、いつものことですけど、そうです、ぜひですね、発売の当日、まあ、この動画が出てるのが23日になってしまってるので、まあ、土日とかで売り切れるような形ですから、うん、まあ、日曜になればまだまだ大丈夫かな、今ちょっと思ってますけどね、ある、うん、ですので、まあまあ、そちらもね、ゲットしていただいて、はい、皆さんね、デイビルと友達に差をつけるような形を取っていただいていただいたと思います、はい、では、またこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。もしくもだけ言ってくださったら、ぜひどんな方チャンネルをお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルは Twitter も配信しております。皆さんぜひお気軽にフォローしてみてください。よろしくお願いします。